24時間レースで優勝した際の車両バーン・シュパンはオーストラリア出身のレーシングドライバーである。1983年ノルマン24時間レース優勝者バーン・シュパンと表記することもある。カートからイギリスのフォーミュラ・フォードでレースデビュー。1971年イギリスフォーミュラ・アトランティックチャンピオンを獲得した。 1972年以降フォーミュラ1に急戦、出場。1981年にマクラーレン M24 でインディ500に出場し3位を獲得した。1981年のインディ500でペンスキーのリック・メアーズが給油中の火災で火傷を負い、1981年のルマン24時間レースに出場できなくなり、その代役としてヨハヘンマス。 ハーレー・ヘイウッドとの組で、ジュールズがスポンサードするポルシェワークスのポルシェ936で出場した。ただこの時はトラブルが多く、まず点火プラグが不調、次にトランスミッションが不調となり、どちらもすぐに2番手まで回復したが、シュパンが運転中に燃料噴射装置が故障、応急処置を施し1時間ほどかかったもののピットに戻り、12位で完走した。 1981年の実績からレース部門責任者だったヘルムート・ボットが1982年の WEC とルマン24時間レースへの出場を打診。1982年のルマン24時間レースにはヨッヘンマスとの組でポルシェ956を運転しに入賞した。1983年のルマン24時間レースではあるホルバートとの組で ポルシェ956に乗った。残り2時間で、左側ドアが吹き飛び冷却不足になり、エンジンが加熱、あるホルバートがエンジンから白煙を吐かせながらも騙し騙しゴールまで走らせて優勝した。1983年からポルシェ956で、全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権に参戦、後に自分のチームを作って、ポルシェ 962C を走らせ、 シュパン 962CR を企画した。ありがとうございます。